皆さんしてますかいわくですかで今日はあの前のコメントで DMT について教えてくれる視聴者の人がいてさでその時に DMT からインスピレーションを受けた作家についても教えてもらったんだよねでその作家の作品がやばくてで後で紹介するんだけどでその時にやっぱその画家とそのドラッグの関係って何なんだろうっていうのから ちょっと調べてみようかなって思ってで今回はそれについて話そうと思うんだけど、まあ、一番古いので言うとねあのケイブアート洞窟の絵あるじゃんすごい昔に描かれたやつで,でそれが一番初めなんじゃねえかっていうふうに言われててなんでかっていうと何であの洞窟の奥で描いたんだっていう話になったの研究者の人たち。っていう考えたら。 その儀式の一環であれに書いたんじゃねえかって風になってでシャーマンとかの儀式っていうのはそのあやわすかも今使うじゃんだからそれと一緒でその白紙便あのマッシュをとかねそういうあやわすかをやって書いたんじゃねえかっていう話になったのよだからその奥まで行ってあわざわざあの奥だから儀式の一環だかかららそこでやらざるを得なかっただからあのドラッグを使ってあれをやったんじゃねえかって だから一番そのサイケデリックなその芸術作品として上がってるのはそうケイブアートって言われててまあ確かにその可能性はあるよねそうだから一番初めの史上初の芸術作品はそのマッシュのおかげじゃねえかっていう研究者の話になってるそれでもう,もうその昔のあれたどっていくとアヘンっていうのも その芸術活動にすごい影響を与えたものの一つって考えられてそれで1820年にねそのイギリス科の画家のジョン・マーティンっていう人が描いた「ベルシャザールの共演」っていうのがあるらしいんだけどそれはアヘンの体験を視覚的に表現した作品の一つらしくて美しく複雑で雰囲気はありながらもぼんやりとしていて夢見心地のような作品っていうふうに言われてて。 で実際にちょっとまあみ見てみようと思うんだけど一緒にベルシャザールの共演でこれ、まあ、確かにねだからアヘンやったことないから分かんないんだけどこんな風にふわーってなるのかなうん多分その美しく複雑で雰囲気がありながらぼんやりとしていて夢見心地のような気分になるんだろうねそういうなんか多幸感やばいってなんかリーの時とかそのオピオイドやった人とかも 多,分その多幸感がやばいっていうかもううってするんんだだと思うんだよなだその気持ちからその絵を描くとだこんな風になったのかなってだけど、まあそのね、この作品に限って言うとその実際にアヘンを使用したっていう証拠はないらしいんだけどこの年代とかは、まあ、みんな結構、まあ、やってたからそうなんじゃねえかっていう風に言われてるなるほどっていうでこの、まあ、ジョン・ンマーティンっていう。 やつ以外もピカソいるじゃんもうアヘンに魅了されたやつの一人っていう風に書いてあってねでパリの自分のアパートでそのアヘンの夜っていうのを企画してたらしいどういうのかはそこに書いてなかったんだけどアヘンや,やるんじゃないってみんなでアヘンやってその有名なでも俺が知ってるなんかモディリアーニとジュアン・グリアポリネールマックス・ジャコブっていう俺モディリアーニしか知らないんだけど。 でそいいつららが頻繁に訪れたらしいだからまあやってその体験を話すのかわかんないんだけどで一緒にアヘンやりながら絵描くのかわかんないんだけどそういうのも企画してたぐらいそのアヘンっていうのはまあ注目はされてたんだろうね。でそのピカソのバラの時代っていうのはがあるんだよねその時期,時期ね作品の。それではアヘンがすごい影響してたっていうふうに言われててそれも。 なんか夢見心地の眠気を誘うような雰囲気だったり恍惚とした無表情の顔にその見られるのがそのアヘンの影響なんじゃねえかってであと柔らかくて雰囲気があってなんか遠くまで見渡せる作品っていう風に書いてあってで赤の時代の、ねまあ、写真をググって集めたんだけどねあバラだバラそうこれでなんか説明もなんか書いてあって説明を読むとねそのまま。 1904年ピカソはパリにアトリエを構えフェ,フェルナンド・オリビエという名前の女性と同棲を始めました少し教養のある女性でピカソにフランス語を教えたり精神的な安定を与えてひたすら絵を描くようにピカソを仕向けました彼女と暮らすようになってから青の時代の表現は影を潜めピカソは彼女の美しい ラゾーや身近な人々の肖像が彼女の仲間たち俳優サーカスの芸人たちをバラ色の基調とした温かい色で描くようになりましたバラ,色のバラの時代の始まりは1906年に画商ボラールが大量に作品を購入してくれたおかげで作風の転機となったスペインのゴルス・ゴソルへの旅行が可能になりました オリビエは次の新しい恋人エヴァが当たり前の7年間をピカソの伴侶として過ごしましたっていう時代らしいだからアヘンをやりましたっていうのは書いてなかったんだけどだからアヘンだけではないね多分この女の人がすげえ重要だったんだろうなうんでプラスまあアヘンもやっててその気持ちだから優しい感じの気持ちになってこの絵になったんだなってであと あれなんだねこの,この時代に何か金をなんか購入してくれたからなんか転機になったその旅行に行けたっていうのもう初めて知ってへえみたいな思ってで「青の時代」って出てきたじゃんで気になるじゃん青の時代青の時代の作品がね俺前から知ってたんだけど青の時代は青の時代これモノトーンで今は人気の作品の一つになってるんだけど当時は地味で販売に苦労したんだって。 これってあんま売れなかったんだって。でバラの時代でようやく売れ出しただって思ってる俺はこれ調べた結果ね。俺すげえと思ったもん。ピカソだからやばいんだ俺。俺このじこの方が好き。実際確かね美術館でも見た気するんだよな青の時代。でこれ以外もめっちゃあるからピカソって。これ以外の作風もめちゃめちゃある。バラバラの時代と青の時代も。だからこれから一気にそのバラの時代になってそれも そのアヘンが影響したってていう,ふうには言われてるけどまあ全然それ以外にもあるからアヘンのみではないね絶対。でそのねアヘンが影響を与えてるのはねそのシュルレアリスムっていうねその考えがあるんだよねその美術の対してのそれダリだったりマグネットっていうやつをググってもらえば分かるんだけど。 そのシュールーレアリスムっていうのをまあウィキペディアに載ってるその説明だと理性による監視をすべて排除し美的道徳的なすべての先入観から離れた思考の書き取りって定義されててだからその俺これシュールーレアリスムっていうのを視聴者の人から教えてもらっててアキラのことを話した動画で俺がダリのことを言ってたから。 ダリってそうあれシュルーレアリズムですよっていうふうに教えてもらって本も教えてもらったのねで幻覚剤とすごい関係が深いと思うっていうふうに教えてもらって絵見てもやっぱそうだねぶっ飛んでんもんマジでシュルレアリスムの作風の人たちってだからそれもまあ結構その後にはなっちゃうんだけど本も読んで。 それについての考えも深めたらその幻覚剤についてのね関連とか見えると思うからそれもちょっとやりたいなと思うんだけどそのアヘンはその,その美術のやり方思考っていうのにも影響を与えてるらしくてで他にも作家のアーネスト・ヘミングウェイオスカー・ワイルドも作家だっけとかもアヘンを使ってもう創造性の深みを追求したって言われてるんだって。 そうだからアヘンはかなりそうなんだねだから俺前にそのリーンとそのリーンと LSD やってマジでバット入んなくてや,やばいっすみたいなマジモンのリーンやばいっすって言われたんだけどその使い方すげえのかもしんないって思った <laughs> だって幻覚剤でする見るじゃんでアヘンもすごいあるって言ってるからオピオイドと 幻覚剤の組み合わせはもしかしたらすごいのかもしれない、うん、もしかするとね、まあ、やってないか分かんないんだけどでその人視聴者の人が教えてくれるにはバットも入んないからすげえいいっつっててあったかい感じでもぶっ飛んだのをちょっとさシュルレアリズム見てもらえれば分かんだけどちょっと怖いんだよねやっぱそのもうぶっ飛んでるから、うん、だけどそれをアヘンをやるとふわーっていうのになってまた新しい そのあれだよね作風みたいなのがもしかしたら生まれるんじゃねえかっていう風に思ったで面白いなってだからみんながコメントくれてるのが繋がっててすげえ助かってるマジでやばーみたいな、うん、それでね今回の幻覚剤とアヘン混ぜたらやばいんじゃねえかって、まあ、あくまで仮説だけどねそういうのもできたし、うん、だからすげえ助かってるマジで。 で、まあ、次は、まあ、幻覚材料の LSD のことが書いてあってね、まあ、これはもうもちろんみんなも想像の通りなんだけどでその、ね、60年代1960年だと思うあのロックとかだったりの時代だと思うんだけどそれがサイケデリック時代っていうんだよねそう。それでそれは音楽とか映画とかパフォーマンスとか絵画とか。 っていうのをを爆発的な経験をしたんだでそれは何でかっていうとその幻覚剤がその重要なんじゃねえかっていうふうに言われててねそれで LSD の創造性っていうのはもう1940代からもう複数の研究がまあされててその2つに密接な関係があるってことがまあ示唆されてるらしいんだよねそれで LSD の効果はっていうのも書いてあってねで人々の人々を自分の心から抜け出させ 視覚を高め図と地の変化境界線の変化動きを区別したり色や光の強さを認識したり単純化しすぎたり象徴的な描写をしたり抽象化したり断片化したり歪めたりする能力を高めている後半よくわかんねえけどだからもう意味わかんなくなるってことだよね普段のやつから抜け出させてくれるだからさっきのさシュルレアリスムっていうさ そのその理性とかによる干渉全て排除するって考えとまるっきりそのああ当てはまってるよね、うん、もうわけわかんないじゃんそうそう単純化しすぎたりとかさ抽象化しすぎたり抽象化したりとかさ歪めるとかっていうでこういうこの効果がその創造性を発揮するために要素なんじゃないかっていうふうにまあ言われてるんだよねでそれでプラス DMT で,あるじゃんでそれの,その画家の人俺が今回その教えてもらったコメントで前もらったアレックス・グレイっていう人がその d m t にその影響を受けたって人なんだけどその人の絵もまあ見てみるとねでこれがアレックス・グレイの人の絵なんだけどやばいっしょこれやばくない頭とか ねだって幾何学のなんかこれもろそうだろうなって思うよねいやーだからやばとか思ってだからこれ見て思うじゃんこんなやばいの書けるようになったのって EMT でってでそれで今回に至るって感じなんだけどそう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 ,そう超やばいよねでこれでこの人ねもともとに医学部で働いて死体の処理前処理をしてたんだって で人体の研究してたんだってだからそれの影響がもろ出てるねみたいなそうですごい幾何学とそのスピリチュアルをその多次元の現,現実を描くっていう風になってるんだけどこの人はマジでやばいと思う、うん、でそれでねサイケデリック時代っていうのを通じてねさっき言った1960年代のその話に戻るんだけどそのグラフィックアートと音楽は もう信じられないぐらい絡み合ってたっていう風にも言われててそれでそこのデザイナーのビスタビクターモスコモスコーソっていう人がいるんだけどでその人はそのね幻覚剤からインスピレーションを受けしたらしくてでその人の絵の絵もあるんだけどねこれロックとかもろそうだよねなんかぽいじゃんロックっぽいじゃんでそのサイケデリックのポスターだったり そう広告アンダーグラウンドコミックを制作したことで最もよく知られているスペインのアーティストらしいそうそうそうだこの人は1960年代と1970年代にその活躍した人なんだけどそうだからこれとか見るとさ重くそう思うよね幻覚剤っぽいじゃんもうなんかこう色とかうんでこの人幻覚剤以外にもそのねアルヌーボーとかアールデコ とかビクトリア朝のイメージっていうのからも影響を受けてるらしくてでアール・ヌーボっていうのがこれだねでアール・ヌーボの説明言うとアール・ヌーボとは19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動新しい芸術を意味する花や植物などの有機的なモチーフや 自由曲線の組み合わせによる従来の様式にとらわれない装飾性や鉄やガラスといった当時の新素材の利用がなどが特徴だこれとかも,もう見ると,ちょっと、ね、サイケデリックっぽいよねだからもともとそういう感覚って持ってる人いるんだろうね別に幻覚剤やんなくてもっていうのが思うで「アールデコってやつがねこれでアールデコの説明はね 一般にアール・ヌーボーの時代に続きヨーロッパおよびアメリカ合衆国を中心に1910年代半ばから1930年代にかけて流行発展した装飾の一傾向幾何学図けをモチーフにした記号的表現や原色による対比表現などの特徴を持つがその装飾の度合いや様式は多様である。ねこれとかもそうじゃん。 なんかフラクタル的な幾何学のさだからこの時にもうもしかしたらやってたのかもねそのマッシュとか分かんないけどうんでそれビクトリア朝のイメージっていうのがそれがねそのビクトリア女王のねその治めた時の1837年から1901年の時はねすごい黄金期だったんだって美術とかでそうこれとかやばいねやばいっしょこれ。 綺麗だよてかこの赤のとか超やばくないこれこれセンス超あるよね人のこと全体的に赤で書いてねだからやっぱこういうのからね影響受けてんだよねだから幻覚剤だけではない絶対でこの俺もやっぱり俺が写真編集する時には美術館の見に行ってるのはめちゃめちゃあるね発想とかこの赤い人とかのさやつあったじゃんさっき見せた。 でああいうのとかもあるんだ俺パリで見た時に全部を赤っぽくやってるパーって全部の画面をもう赤赤一色だけどその濃淡だったりか色とかで変えてるんだでも全部赤をベースにしてるでこんなんありなんだって思う、うん、だからそれとか見るとさ自分でさできるって思わないじゃんそんなその奇抜な発想みたいなだけどそれ見るとはこれでも綺麗って思えるんだなっていうモデルができるからそう だからなんかやっぱやる人はなんかまあ特にデザインとか絵画やる人はもういろんなやつからやっぱやって発想をもうそれで自分の殻破るじゃないけどもうその型破りなことをまあやってた方がいいだけど幻覚剤はもともとねさっき言った効能でそういうのをやってくれるからまあそれもまあやっぱ効能としてはいいねっていう感じになるよね。で最後にっていうふうに書いてあってね ですげえいいこと書いてあってこれでこれ読むね白シ,シビンだけ、まあ、マッシュねでペオーテ、まあ、サボテンでアヘン DMTLSD とかねであとコカインなど薬物は創造性に影響を与えると考えられており芸術作品に影響を与え人間の創造的な心の進化に貢献し,してきたと考えられていますしかし薬物は実際に優れた芸術作品を生み出すのでしょうか 誤解を恐れずに言えば精神を変える物質がインスピレーションを与えることにある程度の責任があるとしても個人の芸術的本質がなければその効果は無力ですいいこと書いてるそうだけどドラッグはねその天才にする薬じゃないわけっていうのは書いてあるわけよそうだ精神を変える物質がインスピレーションを与えることはあるけど その体質、芸術的本質がなければ意味ないんだ。そう。だから普,普段ね、そういうのやってなくて、その薬だけやったからっ,つって、そうクリエイティビティにはなれねえってこと。うん、めっちゃいいこと書いてある。で、さっきも出てきたアヘンの時に、ヘミングウェイっていう人の言葉を借りればっていうの書いてあってね。よって書いて、シラフで編集するっていうことらしい。そう。だからシラフどうかってことよ。さっきも、 あのピカソのさバラの時代の時にさそアヘンやったっていうの言われてたんだけど普段なんかそういうことなんだよなその恋人がいたじゃんでそいつの影響があってのだと思うよもともとそれでもうあるしでそのシラフの時にもそれいう人がいてこういうのやってるからアヘンやった時にもああいうのが生み出してるだけっていう感じだと思ううん。 そう,そうそう。だから、ひたすら原告剤とかやりまくってもシラフでちゃんとそれを活かさないとまあ、意味ないよね。でそ、それについても書いてあってね。でまあ、読むと残念なことに私たちが知っているようにドラッグを使用すると、最終的にはそのダークサイドが訪れ、中毒、自傷行為、過剰摂取などが明るみに出ます。アートとドラッグの関係は激しく激動し。 啓発的的ででああると同時に破壊的でもありますそう破壊でもあるんですよだぐちゃぐちゃにするじゃん幻覚剤とかもちろんそうだからぶっ壊してるから作り上げるのがないと壊してるだけだからねの実際、うん、まあオピオイドとかはファーッとかなるからあれだけど特に DMT とかもさなんかすごい、まあ、動画とかでもさすごいのとかあるけど まあ、ああいうのとかを見てもね作り上げる作業をしなきゃねただ単にぶっ壊すまではいかないけどそうただ単にめちゃくちゃな,な,なものなだけだからさ幻覚材のその発想とかもねそれをシラフでまた組み替えることによって創造性を発揮するからだからこれはねマジでねやってよかったマジで俺もまあ音楽もやってるしあとは写真もやってるからさ そのやっぱアートについても好きだからでプラスドラッグのね関係っていうのもあるって思ってたんだけど最後のこの結論はねマジで重要だなって思っただからこれを勘違いしちゃったりとかその破壊ばっかりに目行いったりとか作り上げられないってなると多分もう破滅していくんだろうねこういうすごかった人とかでもねもう生み出せなくなっちゃって。 そうだからめっちゃ面白かったあーだからアートはね関係あるなって思ったそうそうそうだから昔のその装飾品とかもさなんか多分なんかちょっとかねそういうの関係あるみたいなのも書いてあったんだよねそのフラクタルなやつだったりを使われたりっていうのもあるからだから今日今後ね色々ちょっとアートとにもついてまあ深めたりとかまあ その芸術の手法だよねっていうのもいろいろ深掘りしてってなんかまあドラッグとの関係だったりとかまあそうじゃなくてもまあ面白いなって思うのがあったらまあどんどん発信していこうと思うんでまあオリジナルなちょっと観点見つけれるように頑張ってちょっとお勉強していこうと思いますそれまた次回お会いしましょう